はいどうも、チョキ様という名前でパー様を使っているお茶と申します。今日もパーシバルでランクマやっていこうと思います。 SSS スタートですね。 SSS あんまり自信ないんですけど頑張りたいと思います。それではランクマやっていきます。はい、ということでやっと対戦相手見つかりました。 SSS 隊から本当に人がいなくて、今ね深夜1時16分なんですけど、今全然人がいないですね。まあこの時間にやってるってのもね悪いんでしょうけどね。あ、相手バサラガですね。いやこれは巻きたくないな。いやでもね、よくバサラガで SSS までいけるなって本当に思う。なんだろう、こうやって油断してると負けるんですよね。しっかりと勝ち切っていきたいと思います。頑張ります。 SSS4 のバサラガですね。バサラガ戦特に意識してることねえな。とりあえず技振ってれば勝てるイメージなんで。投げ通るか。オッケー。なんかここら辺のランク帯の人たち投げ抜けあんまりしてこないです。あ、これはね持続マフト行きたいね。あ、これはダメですね。隠れましたね。うまい、うまかったですね。多分分かってましたね相手ね。さすが SSS といったところでしょうか。おいしい、これはこれはおいしいですね。さあ第2ラウンド気を引き締めてしっかり勝ち切っていきたい。やはり投げが通る。投げしけ怖くて結構みんな投げ抜けてこないんですよね、ここら辺のランク帯になってくると。でもさすがにこんだけ投げてたらなんかしらやってくれると思うんで。あ、やってこない、まだ。あー、今ね垂直で投げ式やったんですけど、垂直ジャンプで。個人的にリープよりね垂直で投げ式する方が、まあリターン的にはねリープの方が良いんですけど、結構余計押し込んでる方多くて、リープだとね角換取られちゃう恐れがあるんで、で今行ってリープしましたけどね。これガード間に合いますね。ここはしっかり横着しないで、まあ、ちょっと演出面で時間かかるからね、あんまりこういう殺し切り確定の場面でね覚醒とかで倒しきるのあんまり好きじゃないんですけど、でもねこれでコンボ何回かミスって負けるってこと結構あったんで、しっかり横着しないでしっかり覚醒につないで殺しきる。うまいっすね。読まれてましたね。となると今度普通のジャンプが通ると思ったんだが、あ、クソダメだった。あー、もったいね。あれね見えたらね避けするのおすすめです。今角換一を取れてたんですけど、その後に続くのがなかったですね。もったいなかった。でしっかり暴れ潰して、ここはねガードを変えてきましたね。さっき持続マハと見てやってきたからまたやってくるかなと思ったんですけど、変えてきましたね。あー、まあ、こういうこともなるんですけど、ここね突進してきたらね昇竜拳で終わりたいですね。ちょっと集中タイミング、ここ。あー、かくってましたね。しっかり余計の硬直に、多分今かくってたよね。一応ガードイルッパだったんで多分かくってたと思うんですけど。さあ駒投げ食らって、そんなに怖い置き攻めは来ない。しっかり耐久から美味しいコンボ入れて、で投げ通るか、通らない。ここ昇竜拳パナして、あ、昇竜拳なかった。あー、これなかなか対処が難しいですね。挨拶返す、オッケー、完璧。人確認、あー、できなかった。うわ、うまい、うまい、うまいっすね、お上手。いやー、そこヒット確認できていればね合ってたんですけど、できなかったっす。とりあえずね貯めたい、相手も多分貯めたいんですけど、まあ、でもこっちも貯めといて損ないんで、まあ、こうやってしっかりとね割っていけば、ちょっとあれですね、投げを嫌がって飛びが多くなりましたね。あー、駒投げ、また駒投げ来るか。
暴れつぶしで出したんだけど暴れてない。ここも投げかと思ったのでしっかり飛びました。最低ずらしね。あーやばい、これ重なってるっぽいですね。死にましたかね。生きる、オッケー、怖え。これはもうあれでしたね、辛かった。多分今のあのなんていうんですか、あの前出てくるやつ削りも狙ってたんでしょうね。いや対空が出てないですね、よくない。昇竜拳で割る。いやーなるほど。いやー飛んだんだけどな。もう一回飛ぶ。いやさすがにちょっと暴れつぶし、くぅということで負けました。いや強かったな、やっぱ SSS ともなるとうまいっすね。お上手でしたね。はい、ということで、感想戦リプライを見てやっていく、リプライじゃねえ、リプレイを見てやっていこうと思います。ただ全部見ると時間がかかりすぎてしまうので、個人的に一番印象に残ったところだけを見ていこうと思います。2試合目だったかな、2試合目ですね多分ね。俺が単発確認ミスったところ、あそこがやっぱり一番の大きな負けなところだなと思いましたね。あとその後のその何、相手の置きに対して当たってしまって、で覚醒につながってで負けたっていうのもちょっと反省点だったかなと。まあとりあえず見ていきましょう。であと全体の試合を通しての感想は、バサラガのあのアーマー付きの前歩きに対していいのがいい、なんですかね、いい選択肢がなかった。まあ俺のキャラ対不足ですね、言ってしまえばね。そこも良くなかったかなと。あと今のも相手うまかったですね。実戦中多分気づいてなかったんですけど、しっかりトロイメラに対しては足払い、ここもねちょっとダメなポイントでしたね。しっかりと避けたなら果敢を取るっていうのをしないとね。でここは良かったですね。でここもね、俺がやったのは良かったんですけど、相手が上手かったですね。これ次は打ってこなかったですからね。1回目でしっかり変えてきましたから、ね、やっぱりそこら辺 SSS のバサラガかなと。で今のとかもアーマー付きの前歩きね、あれに対してねいつも避け合ってたんですけど良くないですね。こんな感じで全部潰されちゃうんで、これをどうするか、キャラ隊ですね、ここはね。ちょっと僕のキャラ隊不足ですね。正直、何すればいいのか分かんないし、ね。で、ここしっかり対空出してたのは、褒めるポイントですね。しっかり、禁止で拾ってね、美味しいダメージ。で、ここもね、この、なんか当ててすぐ投げみたいな。これやりすぎてた、正直。ずっと後半飛ばれてましたからね。その次のタクを飛ばれる前に、あ、この人飛んでるなって思う前に変えていくってのができてなかったですね。で、ここ、これですね。悪いポイントね、これ。で、ここもね、勝ち急いでしまって、前ダッシュしてしまったのが良くないですね。しっかり相手置いてましたからね。っていう感じの試合内容でしたね。ここが多分一番個人的な印象深い試合でしたかね。ってな感じで。キャラ隊と、ヒット確認と、その自分がした行動の次のタクを、その相手が対応してくる前に出すっていうこともしていかないとダメですね。はい。でもいい勉強になりましたね。すごい強いバサラガの方でした。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画で会いましょう。お疲れ様です。